ババさんだね。やっぱり。あ、そうか。その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。あ、ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン等は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんたこの事件の裏方なんだろう。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんだ。さっきからあの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目にあえて言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。偉そうな口聞くんじゃねえ。
ちぇな。全然見えねえや。夢の舞台なんて言ったのは、客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ あんた冴島さんの仲間なんだろう。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん。どうしてみんな